はい、このね、ファイナルファンタジーの、ものですね、ピクセルマイスターしたかな、のやつがありまして、これが、もともとは、Steam で、それぞれ別々にこう出てたらしいんですが、まあ、2年ぐらい前かな、にこれが発売されたみたいで、スイッチ版ですと、この1から6まで、すべて揃った贅沢な仕様となったということですよ。昔はね、一つ買っていて、それが昔は新品でしか買えなかったからお値段も高いと。で、今のね、ゲームに比べて、昔のあのドット絵と言いまして、独特な絵柄がありましてね、今はみんな 3D とかね、そういったのを使って、あれもあれでまあいいんだけども、まあ、この昔ながらのドット絵というか、まだああいう 3D という技術がまだない頃のね時代と、まあ、それはそれでまたその古き良き、ファイナルファンタジーというか古き良きその時代としていいんじゃないかなというふうに思ってるんですが、まあ、これを使った結果ですね、やりやすいよ、何しろね、昔のあのコロの時代の昔のファイナルファンタジーっていうのはね、スーパーファミコンのファイナルファンタジーは難しかったんですよ、1、1、1、1。で、レベル上げが大変でね、もう、しかも 1時間とか2時間ぐらいレベル上げだけやってるみたいな感じの時間が多くて、あの時の時間を返せって言いたくなるわけなんですが、もうね、子供にだってね、大人は仕事をしてるけど、子供だって勉強したり部活するのが仕事ですから。ね。で、それでぐたぐたになって帰ってきて、やっとゲームができるぞと思ったらさ、ね、レベル上げ1、1、1、1しないと次のボスに勝てねえし、次の雑魚のエリア勝てねえよと。で、長いんですよ、ストーリーが。でも、これだとですね、まあ、ストーリーはあるんですが、長いのは、ストーリーの長いのはあるんだけども、これはですね、サクサク進んでしまいましたね。オートセーブとかってあって、オートセーブってのは一度戦い方を覚えると、あとはずっとやってくれるというのが、自動的にやってくれるというのがあるらしく。で、あとレベル上げですね。レベル上げが3、4、5と、1から6段階ぐらいまであるのかな。段階を上げることができるんですよ。中には 3.5 倍、5.5 倍だったかな、もあるんですね。だからレベル上げがしやすいのと。私がある時、大昔子供の時にですね、ファイナルファンタジーを親戚の子がやってるのを見た時にね、レベル上げばっかりしていて、なんでこんなレベルアップしなきゃいけないんだって言ったら、次のボスに勝てないんだっていうわけですよ。あの苦労は一体何だったんだろう。ね、本当あの苦労をした時間を返してくれよと言いたいぐらいですね、レベル上げがしやすいのなんで、それによって当時倒せなかったね、当時多くの子供たちが途中でボスを倒せなかった、レベル上げがいち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 面倒だからと言って、それにも時間に追われてしまってね、もういいやっつってゲームをやめ、途中でやめてしまったという子も多いんではないかと思うんですが、その屈辱的なものを見事このピクセルマイスターで晴らしてきました。今の任天堂のこのスイッチってのはいい時代になりましたよ。ね。今のゲームってのはね、時間を優先にするような時代になって、そういうところでは非常にいい時代になりました。平成という時代とか、昭和の時代というのは、すげえ理不尽なゲームばっかりでございましたよ。ね。ファミコンとかスーパーファミコンとか、あの時代のゲームってのは、なんつ理不尽なことするんだってぐらいですね。レベル上げが大変だし、ね。もう、ほんとひどいな、くらい。あんな口からゲームをお前、1万円近くお金払ってですよ。1万円近くお金払って子供の親に買わせるんよ。で、子供にそれをやったらなかなか難しかったんですよ。ね。で、途中でもういいよって泣き出して子供もいるし、嫌になってパイってもう、売っちゃったとかね。どっか行っちゃったみたいな。そういう子もいると思う。だけどこのピクセルマイスターってのはもうその苦労が一体何だったんだってぐらいサク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 進むのよ。ですから当時はあれほど苦心していたものが、1、2、3、4、5、6まで
全部これ揃ってますから。ただお値段の方がね、やっぱりちょっと3万円ぐらいから1万安くで5千円ぐらいかな。まあ私1万5千円ぐらいでちょっと安く買ったけど、まあその代わり説明書とかがちょっとないかなっていうところなんですが、まあ説明書なんかなくたっていいんですよ。で、これね、アジア版ですから、日本語対応できてないんじゃないのと。というのもここにほら、みんな英語で書いてある。ファイナルファンタジーって英語で書いてあったから、できないのかなと一瞬私も不安に思ったんだけど、やってみた結果、日本語版になってます。もう最初のゲームの時にもう日本語版になってます。ですからまあそれを途中で例えば英語だとか、まあ韓国語とかまあそういったことを変更できるんだね。うん、だから普段からこの日本語に対応になってる。だからまあファイナルファンタジーってこういう風にね、みんなこうなんか英語で書いてあるけど、実際はやってみると日本語がちゃんと対応してて、日本語ので入力できます。今みたいにね、こう 3D になってすごく立体的になって、映像がもう映画さながらになってまいりましたけども、この頃の時代というものは 2.A というね、絵だったんですよ。で、それによって、この独特な絵の中で、ストーリーが進行していくという世界観だったんですね。ですから、まあ、なんだろうね、マイクラみたいなもんです、今で言うと。うん、マイクラ、今マイクラってのもね、流行ってると思いますけど、昔はそんな感じだったんですよ。この頃の時代っていうのはマイクラみたいなもん、あんなとったんの絵だったの。で、それがなんとなくいいなっていう人いるんだけど、私個人的にマイクラ好きじゃないんだけど、まあこのドット絵の、まあこの感じというのは非常に今からするとシンプルなんだけど、そのシンプルな絵がなんかいいなっていうね。なんかそれをやると昔の子供の時やってたことをなんか思い出すなみたいな。あるいは友達がやって、友達っていうか同級生がやっていたのを見たりとか、親戚の子がやってたのを見てたりするのを思い出すなっていう感じなんですね。ただ、あの頃のファイナルファンタジーは難しかったよ。レベル上げちょっとやってもらってあったんだけど、レベル上げが大変だね。次のボスもなかなか倒せないんだよ、あれね。なんなんだ、このゲームは、みたいな思ったんですよ。でも昔はひどい時代でしたよ。昔は子供に対してエゴじゃなかったんですよ。昔は子供に対してエゴなソフトを売りつけてたんですね。ですからもう昔の子供にとってみるのはなかなかクリアできなくて、やっとクリアできたよなんていう子供がね、ほんと少数派だったんですよ。ほとんどの子供はね、なかなかクリアできなくて、なんなんだこれはと思って。ところがピクセルマイスターは、あれから20年ですよ。ピクセルマイスターは変わったです。レベル上げがしやすいの、サク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 いってる。あっという間にレベル1だったのが、あっという間にレベル10、14とかね、どん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 レベルが上がっていきます。それによって、ストーリーも進行していくし、ステージもどん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 こう変わっていくんだけども、昔はステージが変わっていくために強いボスや強い雑魚キャラが出てきたりなんかして、なかなか倒すのを苦戦していたんですが、あんな時代は一体どこに行ってしまったんだというぐらいですね。あの世界観がなくなったのよ。うん。だから、昔のゲームをやっていた方からすると、なんかこう、強い衝撃を受けるかもしれませんね。ある意味、なんか甘いのもサク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 進んでしまって、こう、ちょっとこう、気絶するっていうか、うん、フリーズするというかね、もう呆然としてしまうという人もいるんではないかなと思うんですが、ね、大丈夫です。そんなおじさんたちは大丈夫です。ね、もうおじさんたちの時代は終わったのよ。悲しいおじさんたちの時代は終わったのよ。今のピクセルマイスターは簡単にクリアできるの。今のこの令和というのはね、素晴らしい時代だと思うんですよ。ね、うん、あの頃子供たちだったものからね、ものは人たちは今ほとんどの人がおじさんというモンスターになっちゃいましたね。おじさんが現れたみたいな感じでね。恐ろしいモンスター化して、恐ろしいモンスター化になってしまいましたけどね。中にはまだ兄ちゃんのままでいる人もいます。うん。ね、子供ではないけど兄ちゃんのままでいる人もいます。中にはモンスター化したおじさんもいます。ね。悲しいもんですね、年月の歳月ってのはね。うん、でもあれですよ。
モンスター化したい、モンスター化したくないおじさんは、ね、ピクセルマイスターをやってください。そうすれば、まあ、モンスターにならないで済みますから。うんね。大体私の中ではね、おじさんになってしまうと、モンスター化するおじさんが多いんですよ。いきなりね、子供だったのがわーってやってね、味方でやってたのね、いきなり敵側になってね、いきなり敵のおっさんが現れたって言って、おっさんが現れたってなって、そのおっさん倒さなきゃいけないみたいな感じなんですけど。ね。優しい人っていうかね、おっさんにはならなかった人は味方になれるんですよ。ですから、おっさんになってはいけないんですね。おっさんになってしまうと心の中が汚れちまったな、みたいになってしまうんですから。ね。おっさんになってはいけません。おっさんになったら心の中が汚れてしまいますからね。ですから、汚れの心がクリーンな若者に目指しましょう。ね。心がクリーンな若者になるためにはですね、やっぱりこういう新しいリメイク版っていうんですかね。そういったものが出たら、リメイク版なんてどうせあなたなの変わらねえだろみたいな感じ。で、それでこう、拒否する人いる。そういう人がモンスターおじさんなんですよ。ね。そういう人はダメです。ね。大体おじさんとかっていうと、古いものばっかりしがみついて、新しいものって言うと拒否する人が多いんですよ。ですから、新しい、なんか、ね、リメイク版でも、昔の復刻版でリメイクされましたよって言ってもですね。なんなら昔の方がいいんだとか言い出してですね、やろうとするとね、大変な苦労する。ところが、復刻版の中には、昔の、なかなかクリアできなかったものが、簡単にできるようになったんです。ね。こういう時代になったんですよ。だから、新しい最新のゲーム、で、そこにプラス、新しいその最新のゲームですね。だからこのリマイスターってのが出たきっかけで、まぁ、今度の新しい今のね、今見てもまぁ新しい最新のファイナルファンタジーとか、ね、今も続いてますから、そういったものも買ってきてやってみるといいかもしれません。リマイスターが出てきたということは、まぁ、これ以降のね、6以降のファイナルファンタジーの名作ありますが、まあそれ以降もですね、どんどんこう、プレステ3ぐらいじゃないかな、どんどんやりやすくなったんではないかなと思います。レベル上げとかもね、しやすくなってるんではないかな。だからこそこういう当時のものをアレンジしてきたと。で、同時に音楽なんかもね、素晴らしいですよ、これはね。当時のスーパーファミコンでやってた音楽があったと。選べるんですが、なんとこれはね、オーケストラがちゃんと録音してるんですよ。オーケストラがちゃんといち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 ね、音楽をつけてくれてるんですね。あんと贅沢になったもんですかと。オーケストラがわざわざ音楽をつけてくれたんですね。昔の時代はですね、いかにもなんかスーパーファミコンだなっていう感じ、スーパーファミコンだなっていう感じのね、音楽だったんですよ。機械の音楽というかね。ところが今は贅沢になりました。あれから40年ですよ。ね。今のやつはですね、こう、もうオーケストラが、ね、その当時の曲を再現しようと。で、どうせ再現するんだな。もっとその当時よりいいものを作ろうということで、パワーアップしようということで、オーケストラが、ね、聴くんです。だから音楽としてもこうお楽しみいただけるんです。よってこのピクセルマイスターは当時のそのクワイアルファンタジーのその世界観だけ、独特その音楽なんかも聴くことができるんですね、これね。しかもその当時のファミコン、スーパーファミコンの音ではなく、わざわざその収録をしてある、ね、楽器を鳴らして弾いてある曲。それを聴くことができるんですよ。素晴らしい時代になりました。ね。素晴らしい時代になりましたよ。ね。あの時代、子供だった人は、ね、もう兄ちゃんになりました。中には、おじさんになってしまった人もいます。悲しいですよ。ね。悲しいもんだよ。ね。ね。あの頃、子供だったの。あれから40年、おじさんになってしまったんだね。悲しいでしょ。ね。だから、おじさんになるんではなくて、若者になるんですよ。ね。あの頃から若い兄ちゃんになる。ね。純粋な心を持ち続けるってことは、おじさんになってしまうと、純粋ではない可能性が出てきてしまうので、純粋な気持ちを持った若者になることが大事なんですね。そのためには、新しいゲームソフトを買ったりとか、
こういう昔あったゲームショップとかアレンジしましたよってなったら、もう一度じゃあ昔は難しかったけどなんか挑戦してみようかな。で、その時は今みたいに YouTube でいろんな方が紹介してくれてますから、まあそういったものをご参考にいただけながら見てみますと、あ、昔とは違うよっていうのが分かる。ですからそういったものが分かりますので非常にいいです。ね、ちょっと一応これ1万5000円たらかなり大金は大金でございましたけども。でもこれは買ってよかったですね。うん。ただね、ものすごく驚く、ものすごい後を驚くのね。昔あのゲームソフトってちっちゃかったんですよ。ね。あれちっちゃかったで大きかったんですよ。ね。ところが今のゲームソフトは小さいの。本当にあの SD カードぐらいのね、小ささですよ。スイッチになってね、SD カードみたいな。え、こんなに小さいんですかみたいな。こんな小さいゲームに、ちゃんとゲームとして入ってんのかと思った。入ってんだね。だからあんな SD カードみたいな小さいやつらですよ。え、こんな小さいデータの中で本当に1から6までちゃんと入ってんのかなと疑いなくなったんですけど、ちゃんと入ってたんですよ。すげえなみたいなね。今のゲームの進化ってのはすごいもんですよ。昔ね、昔のソフトってでかかったんですよね。それが今のソフトはね、SD カードなんかみたいなちっちゃいんですよ。で、もっと言えばですね、ネットで買えるんですね。ネットだからですっていう外国人じゃないですけどね。ネットだからですって、ネットで買えるんですよ。ですからね、ネットで買う場合ももっと驚きますよ。わざわざソフトを買わなくていいんですよ、みたいな。ネットを買えば、もう即ね、来るんですよ。即遊べるの。そんなバカだと思うんですよ。ね、そんなバカだと思うんだけど、すぐ遊べるの。こういう風にね、時代が変わったんですね。でも時代が変わってもですね、このファイナルファンタジーの1から6までの昔ながらのドット絵とか、昔ながらのストーリーとか、そういったところは変わってないんですね。そういうとこを変えちゃダメですからね。そういったとこ変わってないからよかったなと思いました。うんね。あるいは中にはね、多分もしかしたら、その当時では描かれてなかった新たなストーリーがなんてあったり、そういったのがあったりなんかすれば面白いけど、多分このピクセルマスターはそれはないんではないかなと。なんかドラクエなんかの場合はなんかそういったのがね、なんかあったりするのもあるみたいだけど、ファイナルファンタジーの場合は多分それはないんではないかなと思う。まぁ、ちょっと残念ならちょっとそういうのをね、つけてほしかったなっていうのはあるけどね。うん、でもまぁ、なかなかこれは当時のドット絵というものを楽しんでいただけるし、ね。もう令和の子供からしたらドット絵ってなんだというツッコミがあるかもしれませんけどもね。今の平成の生まれてるね、今の時代を生まれてる小学生、中学生の子からしてもね、ドット絵ってなんだろうみたいなね。ポカーンとしてしまいますけども、ドット絵ってのはこういう絵柄のこと言うんですよ。で、これが、ね、やりやすくなったんですよ。今の小学生、中学生からしたらびっくりですわな。昔はレベル上げるために1時間、2時間も時間が経つの信じらんねえんだけど、みたいなね。で、昔ってそんなにゲーム難しかったんですか、みたいな。ところがですね、やっぱりどこの人もね、当時の人たちはみんな難しいとどこの人も思ってたんですよ。だから途中でやめてしまった子も多かった。ところが今のやつはこんなにサク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 進んじゃうとはね、やっぱりね、ゲームやる上ではね、サク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 進んでくるなんて困るんですよ。ね、ずーっと時間かかってたらさ、もう限られた時間の中で大人も子供も活躍してるんですから。で、その中であんたさ、ね、サク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 進まないゲームだったらストレスばっかり溜まるじゃないですか。ところが大丈夫。ね。これで大丈夫って。ね、サクサク、しかも昔マップってのがね、ちょっと見えづらかったりとかね、わかりにくかったりしてたんだけど。なんとこれはマップがわかりやすいのよ。宝箱のありかとかもそういうところまでご丁寧にですね、地図に載ってるんですよ。昔は、この当時はね、この平成当時は、宝箱とかがどこにあるかわかんない。マップはあることはあったけど、分かりにくいマップだったんですよ。で、それでいて、なんかどこに何があるのか分かんねえような状況になったの。だから結局同じところをぐる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 何回も何回も回ってね、そんで余計時間取られたなんてすると思うんですよ。同じダンジョンの中。ところがそういうこともなくなりましたよ。今の令和というのは親切な時代でございますよ。
ちゃんとにお宝のある場所をありかを教えてくれる。そしてマップがよりでかく見やすくなりましたね。さあ、そうですよね。あの時代はですね、カーナビなんてものはなかったんですよね。今の時代はね、昔は地図がありました。今の車を運転するときはカーナビが必需品だったようにした。この頃の大昔は地図でした。ところが今地図はカーナビみたいに進化しました。細かいところまで教えてくれるようになりました。これが大きく、もちろんこれもまた大きな要素の一つだなと思いますね。昔は一体何のためにあんなに時間をかけてたんだろうなと思いますよね。同じところをぐる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 回っててね、あのダンジョンの同じところが分かんなくてぐる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 回ってて、何なんだこれはみたいなね、無駄に時間が過ぎてったとかね、あの時代を返してほしいなーみたいな思いますけどね。このピクセルマイスターはいいです。ですからね、良いゲームなんで、当時のゲームソフトを買うよりは、あのピクセルマイスターできればこういう風な感じのやつを買った方がいいです。復刻版とかそういったのを買った方がいい。じゃないとですね、昔にはやりにくかったんですけど、今はやりやすいですからね。そういったのがいいです。結構あの時代のファミコンとかスーパーファミコンとかの時代のものってやりにくいんですよ。ほんと時間を無駄に浪費するしね、マップでは迷うし、レベル上げしなきゃいけねえし、ね、で、次のボス戦に行ったら強えのなんだってね。なんなんだこれはというストレスだけだもんね。あの、ギターを投げ飛ばしてやろうかと、隕石ぶつけてやろうかというぐらい怒りが出てきたんですけどね。そんなことも怒りもね、シューってなくなりましたからね。ご親切、丁寧。だからある意味このピクセルマイスターってのが2年ぐらい前に出てきた時にやっぱりファイナルファンタジーとかこうゲーム会社がですね、やっぱりこう見直して考えてくれたんですね。当時は子供たちに対して申し訳ないことをしたと。だから当時の子供たちに対してはね、値段も高い上にそれでいてなかなかクリアできねえと、そこまで難易度を難しくしてしまって申し訳ないと。ですから当時小学生だった方、中学生だった方に関してはですね、もっと分かりやすく、もっと難易度を簡単にクリアできるようにサクサクとストーリーが進むようにしてくださった。令和という時代、そしてこのスイッチという時代、なんとありがたいことでしょうね。あんなに苦労していたのは一体何だったんだとぐらいでしょう。これで当時のあの悔しかったねものが汚名返上できたわけですよ。いやー、しかも当時のこのドット絵ね、これでやるわけですよ。ね。ある意味ね、まあドット絵がいいですっていう人はね、おじさんが多いんですけどね。まあ若者だからもこのドット絵はいいなっていう人もいると思います。でもそういうところをこうなくさずにやっているっていうのもあえていいね。なんかね、ちょっと確かになんかこれがなんかドラマ化したような感じのやつも見てみたいなと思うんだけど、例えばファイナルファンタジー7みたいに、ファイナルファンタジー7当時はね、あのドラマ化したようなすごく立体的になったんだけどね、あれがさらに今の技術を使ってさらに奥深くまで、復刻版で出てきたんですよね。それが非常に良かったなと思うんですが、何しろこのファイナルファンタジーは1から6までは、当時のスーパーファミコンで発売されてたんですよ。ですから、それ以前のものというのはスーパーファミコンではなかったんですね。当時のものはスーパーファミコンから発売されていて、それで、発売してた。ところが、プレイステーションというのが1994年だったかな、あの時に出てきてくらいから、プレステの技術のものが一時任天堂より上回っていて、で非常にこの 3D に近い 2D ですねの画像になってきたから、まあ、ファイナルファンタジーの会社としては、じゃあセブンから今まで任天堂を頼ってきたけども、もう任天堂と見切りをつけて、プレイステーション、ソニー側の方に行こうとしたわけです。で、それが後にその任天堂の社長を激怒させてしまったということなんですが、なぜかというと、当時ではまあ、こう言っちゃったわけだね。要するにもうこれからは任天堂の時代じゃなくて、ソニーの時代だと。
もう任天堂の時代なんてもう廃れるだろうということを大々的に言ってしまったらしいんですね。それで任天堂の当時の社長がもう大激怒してしまったと。まあ当時は後にこの64というのが出てきたんですが、まあ64が出てきて随分綺麗にはなりました。随分立体的にはなったんですが、まあそれでもやっぱり当時のプレイステーションの初代と比べるとちょっと劣っているようなところがあったんです、事実。でもそれを見事任天堂はこのその屈辱というものを晴らしましたですね。でそして今のスイッチは、それ以降任天堂は、ね、64ではちょっと成功したんですが、それ以降がちょっと苦戦続きだったんですね。でそれを Wii ぐらいになってからちょっとだん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 それを取り戻してきまして、で今のスイッチでは見事に、綺麗な絵で、綺麗な画像で送ることができた。素晴らしいですよこれね、こういう時代になってったんですね。だからすごいゲームというものも進化していきましたよ。このドット絵の時代の頃と比べたらえらい進化しましたね。でもそれでもあえてこのピクセルマイスターの前はこのドット絵というものを採用したんですね。本来はね、ある意味そのこういう復刻版というのが出てきてしまうと、まあ大幅にもっと大幅に変えてしまう場合もあるんですよ。例えば当時は 2D だったものを、いやいや、そこにあえてこの 3D みたいな画像をつけようかなとか、ね、3D の映像にしたいから 3D の世界観にして、ちゃんとそれぞれその専用の人たちが声を吹き込んでね、でそういう風にやろうと、よりリアル感を出すためにと。確かにファイナルファンタジーの中にはそういったものも出てきたものもありました。7ぐらいから復活したのがであったんだけども、これは、1から6まで、7までは、6までは、ね、当時のストーリー、当時の、2D、ドット絵で、声優さんたちが声を出すとか、3D になるとか、そういう風なことが今できる時代なんだけども、それをあえてしないっていうところがね、ある意味、こう、素晴らしいなと。そこはやっぱりその昔やってたファンの人たちに対しての方もやっぱり取り入れたんだなっていうふうに思います。やっぱりそこを大幅にちょっと変えてしまうゲームの中にあるんだけど、それをやってしまうとね、やっぱりその昔からファンの人たちをちょっと裏切ったってわけじゃないんだけども、ちょっとがっかりさせてしまうところがありますからね。でもそれを見事にこう変えてくれました。だからあえてそういうところを見事にして昔のやつを変えずに、そして昔のゲームに比べてよりサクサク進むようにやりやすくしてくれた。これがまたいいですよ。であえて当時の、逆に当時のファイナルファンタジーの世界を知らない子たちはこういったゲームをあえてやってみるとね、今の 3D に比べたらちょっと正直言って物足りないかなというものもあるかもしれないんですが、でもそれはその 2D だった。昔は 2D という画像が当たり前だったと。そういう世界観を考えて、そういった時代背景をというものを勉強し、そしてそれを考えながら、思い描きながらゲームをするということ。まあ今の小学生中学生からしたらそれはもう逆に見たら新しい新鮮なものです。だから今ほらレトロブームっていうのがね流行ってるから、だからそのレトロゲームとかそういったものも流行ってるから、だからそれに乗っかってそれに便乗するような感じでもやっぱり作ったんだろうな、こういうふうにと思うんですよ。だからそれがなかなかいいなと。だから今の令和の子供はもちろんのこと、令和生まれの子供はもちろんのこと、今の子たちね、小学生中学生なんかも当時の時代は知らないけど、当時はこういう感じで遊んでいたんだなと。ただ唯一違うのは当時のやつは難しかった、今のやつは簡単にクリアできる、ここが大きな違い。でもそれが良かった、それがそういうものも楽しみながら進めていくというのがいいです。だからアイビーこれがスイッチとして復刻版として出てきて良かったです。この復刻版で1から、ね、6までこれ全部揃ってこれ買ったらよかったですね。1から6まで買っといてスイッチでね、スイッチである意味こう蘇りましたみたいな、任天堂でさらにこう蘇ったと。私はもしこれが出なかったらね、プレイステーションかなんかの方でね、
買おうかなとも検討してたんですが、まあプレイステーションの場合はちょっとバラバラだったりしますけどね、1から3とか全部プレイステーションになってるわけじゃないから。でもまあそういうのがあるけど、でもそうしようかなと思ってたんだけども、いや任天堂で揃うことができた。何しろ当時は1から6までみんな任天堂だったからね、うん、だからそれを当時は任天堂のソフトだったんで、そこをなんとか重視したいなと私は思ってたんですよ。ところが見事これだとそれができるようになった。これが大変良かったなというところですね。というわけでどうもありがとうございました。